よし、みんな聞け。今日の相手セネガルは高い身体能力を生かしたスピードのチームだ。足の速いフォワードがディフェンスの裏に走り、ミッドフィルダーのサンゴールがそこにロングボールを送る。これがセネガルの攻撃の基本の型だ。彼らと単純に競争するのは不利だから、ディフェンダーはオフサイドトラップを仕掛けていこう。ゴールキーパーは空いたスペースのカバーをしっかりと頼む。そしてセネガルはヘディングも多用してくる。高さ勝負にも力を入れた方が良さそうだ。おう。一方守備だが、オランダ戦とイタリア戦で見た通り増えてとしている。総合的に見てスピードでは彼らが上だが、テクニックや連携はこちらが上だ。自信を持って戦ってほしい。いいな。はい。向こうは2連敗してもう予選敗退が決まってるんだろ。俺たちはそのイタリアとオランダに勝ってるんだし、まあ余裕で勝てるんじゃねえの。そうだ、今の俺たちに油断していい相手なんて一つもない。一瞬の気の緩みで全てを失うなんてのはサッカーじゃよくあることだぜ。みんな聞いてくれ。どうした翼。俺たちはすでに決勝トーナメント行きを決めている。だからこの試合はそれほど重要じゃないって思ってる選手もいると思う。だけど俺たちの目標は世界一だ。決勝トーナメントに行けばもっと厳しい戦いが待っているに違いない。その前に気を緩めるのはいいことじゃない。そうだ、一度気を緩めると力が抜けてしまって、それを取り戻すのは思っているよりも難しい。だからこの試合も全力で戦って、そして勝つ。みんな勢いをつけて決勝トーナメントに行くぞ。おう。今日が最終戦か。ごめん、僕がもっとみんなの良さを引き出せていれば。何言ってるんだ、お前は何も悪くない。悪いのはあんな単純な戦術しか組まない監督さ。あんなので世界で勝てるわけないんだよ。そうだろ、サンゴール。うん、僕もそう思うんだけど。よし、みんな揃ってるな。今日の相手は日本。ここまで2試合勝って勢いに乗っているチームだ。だが身体能力はそれほどでもない。つまり我々とは相性のいい相手だ。今日こそセネガルのスピードサッカーの威力を世界に見せつけてやれ。返事はどうした。はい。サンゴール、うちの選手たちが世界的に優れているところはどこだ。それは足の速さとジャンプ力です。ならばサンゴール、身体能力はみんなより劣るが、チームナンバーワンのテクニシャンとしてお前が果たすべき役目は何だ。チームメイトの良さを引き出して試合を作ることです。そうだ、だからこそ私はこの戦術を組んだのだ。でも何か文句があるのか。いえないとでも思ってるのかよ、チャーロ。サンゴール、キャプテンとしてみんなに気合を入れてやれ。はい。みんな今日が最後の試合になるけれど、最後まで僕たちらしく戦おう。
そうだ、それでいいんだ。それじゃあ私は先にベンチに上がっているからな。アンゴール、なんで言い返さないんだよ。本当にお前は気が弱いんだから。でも監督が言う通り、みんなは本当にすごいから。だから僕がみんなの良さを引き出せれば間違いなく勝てるんだよ。だからみんなで頑張ろう。サンゴール。今日は予選リーグ3回戦、日本対セネガルの一戦が行われます。全日本はイタリア、オランダに連勝し、すでに予選リーグ突破を決めています。一方のセネガルは2連敗し、予選リーグ敗退が決定しております。置かれたチーム状況が誠に対照的なチーム同士のこの一戦、日本が3連勝し勢いを増して決勝トーナメントに挑むのか、それともセネガルが意地を見せるのか、まもなくキックオフの時間です。君がキャプテンだね。今日はよろしく。うん、よろしくお願いします。今日は勉強させてもらいます。勉強なんてそんな、お互い力を出し切っていい試合をしよう。サンゴール、お前の本当の凄さはサッカーを始めた頃からずっと一緒にやってきた俺たちが一番よく知ってる。お前のテクニックは世界の誰にも負けやしない。俺たちが必ずお前を輝かせるからな。お聞きください、この大歓声。スタジアムは超満員。いよいよ注目の対決の火蓋が切られようとしています。全日本対セネガル、3連勝を目指して行くぞみんな。うん、今日も勝てよ。負けっぱなしで帰れるかよ。行くぜサンゴール。ここから、うん、頼むよ。ここで仕留めに来た。美しくも4から1つでゴールを奪うのか。これは乗せるぞ。アーメット君、ボールはまだ生きている。パスを打った。チャージが決まった。ボールを浮かせて抜いた。
シュートまで持ち込めるか。ボールを浮かせて抜いた。さあ、白夜の騎士がその力を見せつけるか。それこれは目の覚めるような一撃だ。そこはアメフト君、シュートに反応している。俺たちが勝つ。この選手は要注目です。やった。この野郎、あとドリブルを見送る。ボールを浮かせて抜いた。両者激しく激突。これは互角の勝負だ。空中でぶつかり合う。この大一番を制する。ゴールを笑ってません。パントキックで大きく蹴り出した。ボールを浮かせた。トリッキーなドリブル。全日本、いや、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。あと、ここで仕留めに来た。美しくも4対1で勝利を奪うのか。おいおい、横に飛んだ。ボールはまだ生きている。それ、ふっ、見たか。決まった。この選手、うまい。あと、ドリブルを見送る。これは見事な個人技だ。あと、ここで仕留めに来た。美しくも容赦ない一撃でゴールを奪うのか。これはキーパー動けない。また決めろ。やった。これがニューヒーローの実力です。
ジャンプ一番かわした。ここは抜かせません。セッグ君、ボールを狙うも届かない。やだ、かわした。ここからシュートに追いついて、フィールドを駆け抜け、ボールに追いついた。あとこのボールをブロック、激しいタックル、激しい絶妙なインターセプト。ここは抜かせません。勝った。前半アディショナルタイム突入。これが僕のシュートだ。たいところ、これが若林現状だ。翼さん、ジャロ君、スライディングで勝つぞ。ここはパスを出した。ここからシュートに持っていく。ジンゴ君、ここは身を挺して止めに行く。このタックルは不発に終わります。あとこのボールをブロック。みんな、前半はよくやった。後半もこの調子で頑張ってくれ。はい。スピードが特徴っていうからどれほどのものかと思ってたけど、今のところはなんとかなってるな。それだけわしらも世界のスピードに慣れてきたってことたい。翼、ちょっといいか。何？前半3ゴールと勝負した時の感想を聞かせてほしいんだ。うん、そうだな。セネガルの他の選手とは違って力強いって感じはしなかったかな。その代わりボールさばきはすごいよ。なんていうか、言葉にしづらいんだけど、もっとできるんじゃないかなって気はした。そうか、ありがとう。今のところセネガルはシンプルなサッカーをしているから、こっちの対処も難しくないけど、あのサンゴールという選手、あいつのテクニックはセネガルの中で優れているってレベルじゃない。もしあいつがもっと積極的に自分と味方を使うようになったら、状況は一変するかもしれないぞ。みんな何をやっているんだ。身体能力では圧倒的にこちらが優位なんだぞ。それを引き出すのが3ゴール、お前の役目だろうが。すみません。おい、いい加減にしろよ。なんだ。自分の戦術のまずさを選手に押し付けるな。今何と言った。何度でも言ってやるさ。あんたのサッカーじゃ勝てないんだよ。ちょっとジャロ、止めるな。今日という今日は言わせてもらう。監督、俺たちはあんたのやり方にうんざりしてるんだよ。自分の思い込みで自分のやりたいことばっかり押し付けやがって。なんだと。俺たちは他のことだってできる。俺たちにだってやりたいサッカーがあるんだ。何を言っている。テクニックが未熟なお前たちに他のサッカーなど。そう思うのはあんたが俺たちを何にも見てないからさ。そうだろ、みんな。そうです、ジャロの言う通りです。俺たちをバカにしないでください。お前たち、どうせこの試合が最後なんだ。後半は好きにやらせてもらうぜ。3ゴール、後半はお前の考えで俺たちを使うんだ。ええ、これまでは俺たちの動きにお前が合わせてきた。今度は逆だ。お前の動きに俺たちが合わせる。お前のテクニックと戦術眼ならもっと俺たちをうまく使えるはずだぜ。そうさ、ミニゲームでいつもやってるあれをやればいいんだ。でも俺たちはちっちゃい頃から一緒にサッカーしてきた。だからお前の力は俺たちが一番よく知ってる。
お前は俺たちとは違う。だから自信を持て。お前は絶対にすごいんだ。最後くらい俺たちの力をみんなに見せてやろうぜ。ジャロ、分かったよ。みんなが僕を信じてくれるなら僕も頑張ってみるよ。サンゴール、よしみんな、後半はいつも通り行くぞ。俺たちのキャプテンはすごいってことを世界に見せつけてやろうぜ。みんな僕の周りを囲んで、パスの選択肢を増やしてほしいんだ。サンゴール君、ここはパスを出した。これでセック君、素早く横にかわす。敵陣を切り裂く。力を貯めてゴールシュート。見えた。ボールと真っ向勝負。このシュートを完璧にブロック。それ松山君、ここはパスを出した。それ山田君、スライディングカット。狙いすましたパスを送る。セック君、このタイミングシュート。ジロー君、おたけびを上げボールに立ち塞がった。松山、シュートの勢いを体が止めました。松山君、そんな表しのようなドリブル。セック君、スライディングでカット。ここは抜しまった。なんてテクニックだ。シュート、若林君ゴールを守った。いけ、ダイレクトでパス。チャンスが決まった。セネガル、ここで仕掛けます。そのスピードはまさに旋風のようだ。セネガル、もう一段ギアを上げてきたぞ。ボールを切りました。ショウ君、ここで止めた。わしの高さとパワー、とくと見るたい。空中での激突だ。ジゾウ君、ボールを蹴りました。ムベング君、ボールを奪うことができません。柴田さん、スライディングでカット。サンゴール、なんというテクニックだ。僕がチームを勝たせるんだ。そのようなスローを生まれたのだ。ジゾウ君、ここは身を挺して止めに行く。サンゴール、なんというテクニックだ。僕がチームを勝たせるんだ。そのようなスピードが放たれた。フィールドを駆け抜け、ボールに追いつ、ブロックを突き破りゴールへ。誰に合わせてくるか。そこだ。ここは隙に勝てません。ムベング君、ここで取り切った。シュートを放った。セバタ君、パスを出します。セバタ君、これは南米式のドリブルだ。ボールは友達渡しません。ミアラ君、激しいタックル。いや、時計はすでに後半の15分を過ぎています。激闘の決着まで残すところわずか。ジャンプイン、回した。ジャロ君、行くぞ。ゴールはもらった。若林君、このシュートを正面から受け止める。若林君、ワンタッチで送る。ダイレクトでパス。パスを出します。宮崎、瞬足を駆使した突破だ。高いドリブルで抜き去る。もらった。スライディングでカット。激しいタックル。これは見事な個人技だ。敵陣へ攻め込みます。ここだ。ボールを浮かせて抜いた。全日本、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。それ。そこだ。このシュートに反応している。ディアラ君、ニッタトラップ。ニッタ君、シュートに決めた。サンゴール君、ボールを奪うことができません。これはキーパー動けない。狙いすまし、見たか。ストラックさん、
僕の力じゃダメなのかな。サンゴール、もっと速くて厳しいパスは出せるか。え、それはできるはできるけど、でもそんなに走り続けたらみんなの体力が持たないよ。俺たちのことは気にするな。疲れくらい気合で何とかしてやる。なあみんな。おう、サンゴール、お前の 100% を出してみろ。俺たちも本気の本気を見せてやる。わかった。じゃあ試合再開と同時に行くよ。おう、行くよ。みんな、ここで止めた。そのスピードくそ、こいつら速すぎる。落ち着け、とにかくボールを奪うぞ。セネガル、お前たちのキャプテンのためにチーム一丸となる姿、まるで富良野中を見るようだぜ。だが、だからこそ富良野中、そして日本代表の一丸を知る俺が負けるわけにはいかない。行くぞみんな。これは松山君、猛ダッシュでドリブルを開始した。みんなカウンターだ、戻って。おう、こいつら戻りも早い。大丈夫だ、セネガルの足よりもボールは速い。翼、ヒューガ、行くぞ。全力でパス回した。松山君、それ翼、これは速い。低空のワシがフィールドの上を飛んでいく。翼くんトラップ、しかしセネガルディフェンスが壁を作る。ヒューガ君、翼くんうまい。ドライブ回転をかけたパスがセネガルの壁を飛び越えていく。ボールはヒューガ君へ。ここでヒューガ君のシュートが火を吹くか。打たせるか。しかし戻りが早いセネガル、ヒューガ君の前に迫る。ヒューガ、こっちに起こせ。そうだ、よし。ヒューガ君、体の向きを変え、シュートと変わらぬ勢いのパスだ。何見せてやるぜ、俺のサッカーの切れ味を。させるかよ。ソーダ君の前にジャロ君が迫っているぞ。俺のカミソリを舐めるな。もらった。何、ソーダ君の蹴ったボールは鋭いカーブを描いてジャロ君の前をかすめてる。頼むぜ松山。ソーダ君のパスの先に松山君が走り込んでいるぞ。決める。この日のために俺は俺を磨いてきたんだ。僕が防ぐんだ。サンゴール君もボールに向かっている。さあどっちが早い。負けるか。負けない。松山君のシュート、豪快にセネガルネットを揺らした。日本、超高速のパス回しで俊足のセネガルを振り回し、最後にパスの起点となった松山君が決めました。ナイス判断、松山君。プレマッチ期間の時からこういう展開があるかもって考えてたからな。けど俺が思った以上にハマってくれたぜ。それにしてもヒューガよ、シュートじゃないんだからもうちょっと加減しろよ。まだトラップした足がしびれてるぜ。ふん、俺は不器用なんでな、これからも全力でパスするから覚悟しとけ。
マジかよ。ごめん、僕が最後彼を止めていれば。それを言うなら俺たちだってあいつらのパスが止められなかったんだ。これはもうチーム全員の責任だ。そういうことだから気にしなくていいって。サンゴール、それより早く始めようぜ。まだ試合は終わってないんだ。うん、そうだね。決勝。それ。いや。よしが決まった。僕のテクニックが通じない。セキ君、ボールを奪うことができません。それ。あと。ドリブルを見送る。これでを浮かせて抜いてだ。スタート。ドリブルを見送る。ここはショートを避けた。フィールド中央で激しい押し合いが続く。ファイ君、激しいタックル。敵陣へ攻め込みます。体ごとぶつかっていった。これは見事な個人だ。全日本、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。夢に君、ここは抜かせません。これでスペースにパスを出した。よし、ここは抜かせません。後半もすでに30分が経過。ここからゴールは生まれるのか。これは見事な個人技だ。ここからチャンスを作れるか。ボールを浮かせて抜いた。ここで一人に来た。美しくも要塞に一撃でゴールを奪うのか。見たのよ、突き飛ばされた。アーメット君、ボールはまだ生きている。劇的な幕切れ。終盤のゴールに勝利の女神が微笑みました。みんな、僕のこと信じて頑張ってくれたのに勝てなかったよ。いいんだ、試合結果なんか気にするな。チャロ、どうせ俺たちは予選敗退は決まってたんだ。そこでやりたくないサッカーやって勝っても何の意味もないさ。それより後半のお前は最高だったな。日本の選手も面食らってたぜ。そうかな。でも僕のテクニックも少しは世界で通じるんだね。それは自信になったかも。何言ってるんだ、テクニックだけじゃないだろ。俺たちのスピードを生かす指示と正確なパスワーク、それができるのもサンゴール、世界中でお前だけだぜ。ああ、ジャロの言う通りだ。俺たちがこんなすごいサッカーができたのはサンゴールがいたからさ。今日の試合を見た世界中の人がそれを分かったと思うぜ。そんな。今日の後半のサッカーができれば俺たちは世界で戦っていける。その司令塔はお前しかいない。これからも頼むぜサンゴール。みんなありがとう。僕これからも頑張るよ。みんなの力になって、みんなと一緒に戦っていく。だからよろしくね。ああ、一緒に世界と勝負しようぜ。私は間違っていた。
私は選手の能力を決めつけ、その思い込みを押し付けていただけだったんだ。自分がやりたいことを選手にやらせるのではなく、もっともっと選手を見て指導をしなくてはいけなかったんだ。後半の君たちのサッカーは素晴らしかったよ。セネガルサッカーの歴史は彼らが新たに作っていくに違いない。君たちの今後を楽しみにしているよ。やったな、翼、3連勝だぜ。どうしたんだよ。勝つには勝ったけど、後半は随分彼らに押されてしまった。あいつらの気迫すごかったな。チーム一丸ってやつだ。手ごわいなんてもんじゃなかったぜ。セネガルの選手たちはキャプテンのサンゴールを信じて、そのためにまとまっているように見えたな。うん、チームメイトたちが彼を押し上げて、彼もチームメイトたちの期待に応えようとしてた。サッカーに一番大事なのはパワーでもテクニックでもスピードでもない。選手一人一人がチームみんなのために、チームみんなが選手一人一人のために一生懸命プレーすることなんだ。当たり前のことだけど、それを改めて教わったよ。初心忘るべからずだね。翼くん、今日はいい試合をありがとう。こちらこそ、すごくいい勉強をさせてもらったよ。あれ、お互い試合前と言ってることが逆だね。本当だ。やっぱり君のパスはすごいね。僕とはレベルが違う。今度コツを教えてよ。僕ももっと上手くなって、次は君に勝ちたいからね。スピードに乗った俺たちをあんなに簡単に止めるなんて、お前ただものじゃないな。けどお前のおかげで俺たちに足りないものが見つかった。次はその恩返しをしてやるからな。それじゃあ決勝トーナメント頑張ってね。応援してるから。ありがとう。うん、頑張って。僕の技が君の役に立つといいな。さあ、予選リーグ A 組の最終戦、イタリア対オランダの一戦が間もなく始まります。勝ち点3同士の対戦ですが、得失点差の関係でオランダは引き分けでも予選リーグ突破、一方イタリアは勝利が絶対条件になります。状況的にはオランダ有利ですが、果たしてどうなりますでしょうか。俺たちのサッカーは攻撃が身上だ。引き分け狙いなどというつまらないサッカーはしない。完璧に勝ちに行くぞ。おう。相手は絶対に攻撃的に来る。つまり俺たちとは噛み合わせのいい相手だ。勝機は必ずある。この一戦に力を出し切るぞ。おう。ルチアノ、分かってるから邪魔すんな。集中してるんだ。すまん。
痛恨の反則、これは PK だ。ここまで耐え続けたイタリアの初めてのカウンターアタック。ルチアーノ君のドリブルにオランダディフェンダーがたまらずエリア内で足を引っ掛けてしまいました。 PK を蹴るのはコンティ君です。決まりました、イタリア先制。これで守りの堅いイタリアが試合の主導権を握ることになるでしょう。おいルチアーノ、なんで俺に PK 譲ったんだよ。はあ？見せ場をやったのに文句言う気かよ。さてはお前 PK 苦手だな。うっせえ。素早いパス回しでディフェンダーの隙を突き、一瞬フリーになったクライフォード君がシュート。ヘルナンデス君も反応しましたが、黄金の右腕がわずかに及びませんでした。やったなクライフォード。まだだ、まだ同点だ。残り時間もう1点取りに行くぞ。みんなまだ終わりじゃない、最後まで諦めるな。耐え続ければチャンスは必ずある。おう！またもチャンス。ボールを持ったカイザー君がサイドライン際を駆け上がる。レンセン、カイザー君、逆サイドのレンセンブリンク君にパス。クリスマン、レンセンブリンク君、中央のクリスマン君に折り返す。イタリアディフェンスが左右に振られている。今だ、クライフォード。あっと、クリスマン君がダイレクトでスルーパス。イタリアディフェンスラインの裏に走り込むクライフォード君に通った。これでキーパーと1対1だ。クライフォードは必ず俺の右を狙ってくる。同点にされたのは俺の責任だ。だから今回は絶対に止める。この腕が壊れようと絶対に止めるんだ。お前の右腕、俺がもらった。近距離からシュートだ。イタリアを、俺の黄金の右腕を舐めるな。な、何と、取った。ヘルナンデス君、この土壇場でスーパー、いやミラクルセーブだ。ゴールを確信していたオランダの選手たちが驚きの表情で立ち尽くしている。今だ、ヘルナンデス君、素早いリスタートだ。そしてボールはフィールド中央で待っていたルチアーノ君に通った。イタリア、これが最後のカウンターアタックだ。ようやく来たか、待ってたぜ。しまった、戻れ。ただ一人攻め上がるルチアーノ君、その前にオランダのディフェンダー3人が立ちはだかる。ここは通さん。
てめえらみたいな雑魚に今の俺からボールが取れるかよ。なめるな。これはルチアル君、なんと華麗なリフティングテクニック。オランダディフェンダー3人に囲まれながらなおボールを渡さずにリフティングを続けている。まるで踊っているようだ。このバカにしやがって。てめえらしつこいんだよ。いいぞビッグ、そのまま時間を稼げ。その間に俺が戻る。ルチアーノ君が前に行けない間にクライフォード君が猛スピードでゴール前に戻ってきた。不本意だが引き分けで逃げ切るしかない。そのためにもボールを奪う。さあルチアーノ君の背後にクライフォード君が迫る。クライフォード君に気づいたルチアーノ君、動揺したかボールを蹴り損なった。大きく跳ねたボールが宙に弧を描く。これでイタリア万事休す。いや違う、ここに走り込んでくる選手がいる。これはゴール前で守備をしていた長身フォワードタルデリ君だ。しまった、そういうことだったのか。俺たちが時間を稼いでいたんじゃない、あいつの方が味方が上がってくるまでの時間を稼いでいたんだ。オランダ選手は全員ルチアーノ君に意識がいっている。タルデリ君完全なフリーかな。くれ、強烈なヘディングシュートだ。決まった、イタリア土壇場で勝ち越しゴール。ルチアーノ君のスーパープレーからタルデリ君の起死回生の一撃がオランダゴールに突き刺さった。まさかの事態に崩れ落ちるオランダイレブン。その中で呆然と胸を張るルチアーノ君、最後のプレーはまさにファンタジスタだ。見たか、これが俺の、俺たちのイタリアのサッカー。試合終了。イタリア対オランダの白熱の一戦はイタリアが劇的な勝利。決勝トーナメントへ駒を進めました。その立役者になったルチアーノ君、イタリアのイレブンにもみくちゃにされています。やったな、やったな、ルチアーノ。俺に抱きつくの、ジノのところに行け、ジノのところに。ルチアーノ、やったな。ジノ、お前までかよ。ルチアーノ、今日の勝利は君のおかげだ。どうってことねえよ。右手ぶらつかせてどうしたんだよ、怪我でもしたのか。クライフォートの最後のシュートでやられた。多分指が 2,3 本折れたかな。痛えんならさっさと病院行けよ。後でね、今はさ、みんなと喜びたいんだ。勝手にしろ。なんだ、もう戻るのか。何度も言わせるな、慣れ合うつもりはねえんだよ。じゃあせめてハイタッチくらいしよう。そういうの嫌いなんだよ。じゃあな、早く病院行けよ。悔しいか、クライフォート。ええ、監督。なんだ。俺たちは強くなれますか。道はある。それにはまず厳しい練習で技と体を徹底的に磨かねばならない。同時に無数の戦術を頭に叩き込み、実践を重ねて応用を学ぶ必要もある。
そうして経験を積み、連動を高め、チームで意識を共有する。それが完成した時、オランダサッカーの真髄、個人と組織が一体化した最強のチームになる。それがトータルフットボール。そうだ。だが道は長く険しい。才能豊かな君たちをもってしても届かないかもしれない。それでもやるかね。はい。わかった。ならば我々も力を尽くそう。クライフォート、君にその覚悟があれば必ずたどり着ける。オランダサッカーの未来は今ここから始まるのだ。改めてみんな、予選リーグ全勝での突破よくやったぞ。正直に言って、君たちがここまでやるとは私の予測を超えていたよ。予選が始まる前は3連敗したらバカンスに行こうと考えていたんだが。ああ、それはひどいぜ監督。もちろん冗談だ。しかし君たちは本当に強くなった。アメリカとドイツのプレマッチの時はまともに試合ができるかどうかも不安だったのにな。それもこれもみんながチームを強くするために頑張ってるからですよ。相手の動きにもついていけるようになったし、一試合ごとに連携も深まってる。俺たちはまだまだ強くなれるぜ。確かに強くはなってるが、上には上がいることを忘れるなよ。もちろん、言われなくても分かってるさ。あ、なんだ？片桐君。今、アメリカ対フランスが終わりましたよ。どっちが勝ったんですか？フランスだ。圧勝だったよ。そうですか。じゃあフランスはあのブレイクとかアズワンとかを蹴散らしたのかよ。やっぱり強いんですね。それがブレイクとアズワンは試合に出ていなかったんだ。え？ま、両チームとも予選突破を決めているから休ませたのかもしれない。一方フランスはフルメンバーで臨んできたからな。控え中心のアメリカではちょっと勝負にならなかったよ。フランスには国際大会をアメリカに奪われたという意識があるだろうから、それも仕方ないな。そうか、そういう理由があるんだったら、そりゃフランスも意地になるよな。負けても構わん試合があるというのは理屈ではわかるが、あまりスカンタイ。ああ、やっぱりサッカーは勝ちに行かないとな。そうだ。特に我々のようなチャレンジャーは一戦一戦に力を尽くすことが大事だ。予選リーグももちろん真剣勝負だったが、決勝トーナメントは今まで以上に気合の入った強敵たちと戦うことになる。みんな、予選突破の喜びはここまでだ。ここから新たに気を引き締めていくぞ。